ウルトラマンとメフィラスが行った居酒屋、築70年の一軒家、浅草一門本店。お店に入るとウルトラマンとメフィラスが座っていたカウンターがあります。カウンターから見える棚にはウルトラマンやガボラのフィギュアがありました。メフィラスが発売されたら飾られるのでしょうか。店員さんのご了承をいただき、カウンターに座らせていただきました。お通しのお豆腐とところてんがすごく美味しかったです。一押し料理は江戸ネギマ鍋、あとはゴジラ、イナ、クジラ料理がとても豊富で、江戸感あふるる和食料理が魅力的なお品書きでした。また100円が一文という単価だったり、注文する際は鐘を鳴らしたりと、江戸時代にタイムスリップした感覚になります。郷に入っては郷に従う、私の好きな言葉です。厚焼き卵、クジラの刺身の盛り合わせ、ゴジラの煮込み、青色のレモンサワー、傘がついてて可愛いですね。そしてこれは貴重な14代。人生初の14代、いただきます。ん？こいつは大きいボンドかな。うん、飲みプリーね。さっさと感想言え。頭の中を徳川14代将軍が駆け巡ります。15じゃないですか。いや14代だから、もう私自身が15代の将軍なんだよ。そしてやっぱりネギマ鍋でも、やっぱりマグロ食ってるようなのは最高だな。出汁が効いてて本当に美味しかったです。そして締めはやっぱり雑炊。失礼しました。いいですね。最高でした。最後に箸置きの落花生を叩き割って食べたらお愛想。割り勘でいいか、ウルトラチャンネルさんと司馬太郎。昔ながらのお店の雰囲気がとても良くて、料理も美味しくて、そして店員さんがすごく優しい。浅草一門、私の好きな居酒屋です。